兄がやらかしてしまった。兄は共感能力が皆無というか、他人に関心がない人。友達からは朝日スーパードライとあだ名されていた。笑い話なんかは普通にするけれど、ドライなところは本当にドライ。例えば祖母が亡くなって、葬儀の場で私が泣いていると。泣いたところでおばあちゃん戻ってこないんだからさ。お前のそういうところ、本当に時間の無駄だよ。さっさと焼いてもらおう。と、親族たちの前で言い放って空気が凍ったこともある。そんな兄だけれど、普通の話をしてるときは、穏やかで優しく、落ち着いてるように見えるので、割とモテて、2年前に、上司の紹介で結婚もでき、昨年めでたく兄嫁さんが解任した。両親も初孫を楽しみにしてたけれど、残念ながら流産してしまったと連絡が来た。兄嫁さんが何より楽しみに、そして何よりも気にかけていたことも知っている。両親もそっとしておいてあげよう。話す時も、赤ちゃんのことは兄嫁さんが言わない限り口にしないでおこうと言っていた。兄は、親父とお袋の言う通り、辛いことをわざわざ蒸し返すのは時間の無駄だから余計なことは言わないようにね、と言っていた。正直、あの兄が繊細な兄嫁さんに寄り添ってるとは思えず、なんだか嫌な予感がしていた。そして、数ヶ月前、兄嫁さんから離婚の話が出た。両親と私が何事かと話を聞くと、やっぱり赤ちゃんのことだった。流産したと告げたとき、兄は、まあ流れたんなら仕方ないんじゃない。次行けばいいだろう。まあ、こればっかりは、誰を責めても仕方ないね、と淡々とした対応だったそうだ。そして塞ぎ込み、我が子のお骨を抱いて落ち込む兄嫁さんに、そんなにしょんぼりされたって、俺も困るし、次の機会を与えてあげようという気にならないよ。仕方ないだろ、流れちゃったんだから。もう一度子供を与えてあげようと思える女性になってほしい。と最悪なことを言っていた。まだ、流産から数ヶ月くらいしか経っていない時期のこと。母は泣き出すし、父は、あの、大バカをすぐに連れてくるぞ。と、ぶち切れていた。私も、兄嫁さんに、兄は許されないことを言った。申し訳ありませんと謝るしかなかった。当の兄は、流れた子は泣いたら生き返るのか？そうじゃないだろう。ただの骨に向かって泣くのは時間の無駄だし、もう一度前向きになってほしいだけ。俺が、そういうところ淡々としてるのはみんな知ってるだろ？ほら帰るよ。子供みたいにだだこねてないで。と苦笑いして、兄嫁さんを連れ帰ろうとした。自分が昇格した時嬉しそうにしてた兄さんのどこが淡々としてるんだよ。私の時もそうだったけど、人が悲しんでるのを見るのが面倒くさくて、自分は楽しい、気持ちいいことだけしたいだけだろうが。何様のつもりよ。と叫んでしまった。兄は、ああもう、うるさいな。じゃあ、みんなで死んだ子のために陰気臭くメソメソしてたらいい。次の機会は、兄嫁が謝るまで与えないと、出て行った。兄嫁さんは実家に帰り、兄は、時々、我が家に顔を出すようになった。父の話によると、兄の行いは、仲人の上司、会社の同僚や部下にも話が広まってるらしい。同僚たちから、嫁さんに謝れと言ってくれてるそうだが、兄は断固拒否。先日、兄が、仕事の話をしているとき、体調不良の部下とおぼしき人との電話で、そんな体調悪そうにされたって、俺どうしようもないよ。こういう電話本当に無駄だね、と言っていた。多分、兄は離婚になると思う。多分じゃなく、確実に離婚だし。ほぼ確実に、今の会社では、もう、出世もしない。そうなっても、多分、兄は誰にも泣きついたりしないだろうけど。万が一そんなことにでもなったら、淡々として、塩対応をして差し上げたらいいよ。もう、誰も、兄に共感してあげたり手助けしたりもしたくないでしょう。これさ、失礼を承知で言うと、真剣な話、兄とされてる人間は、自己愛性か、他の人格障害、情緒障害があるのではないか？関わるのが、怖いレベルの障害があるよ。